よく見たらこれトイレだ。すげえ。もう初めて知ったわ、これ。え、すごいこれ。男子トイレと女子トイレあるよ。知らなかった。え、すごいね。こんなにまじまじと見たの初めてかもしれない。もしかしたらこういうのあるのかもね。ひでおくん、ひでおくん女子トイレ入ろうとしたべ、今。お前も男子トイレ入るな、女の子なのに。何してんの？今男子トイレ見て、女子トイレ行ったぞ。女子トイレにそんな並ぶな。これショッピングモールだもんね、これね。何売ってんだろうね、よく見たら。チョコレートかな？チョコっぽいのあるけど。あとなんか食べる、食事食べれるとこあるか。カフェだな、カフェ。買ってそのまま食べれんだろうね。店員サボってね。なんか、バッテラストリートにある自動販売機より綺麗だぞ。これ。バッテラの自販機より多分ね、いい自販機だわ。おお、手振ってる。手振ってるぞ。なんか売ってる。誰かチケット売ってるところかな。こういうの本当にちゃんと見ないとね、わかんないよね。ひでおくん手挙げて挨拶したからさ。なんかでっけえ寿司売ってんだけど。で、こんなになってたんだ。すげえ。ちゃんと見ないと気づかないもんよ。お土産の寿司なんかな？お人形とか。この子たちはよく見る。なんか一生出られないんだなぁと思って。この子たちはよく見るよ。まあ、一番目立つもんね、ここね。ディズニーで言うとダンボかな。あ！ひでおくんがポイ捨てみて落ち込んでた、もしかしたら。あ、ひでおくんがポイ捨てされてんので落ち込んでる。自分の家がポイ捨てされてるから。落ち込んじゃったよ。あ、ひでおくんがメリーゴーランド乗りたそう。メリーゴーランドのさ、イカ、すごい、なんか。なんかすごくないあれ。形なんかすごくないメリーゴーランドのイカ。